経図を使って武士の名前を一気に覚えよう。清和天皇の子孫は源氏を名乗り、武家の棟梁として成長していきます。源の常本は天行の乱を鎮圧。源の三中は安奈の変を密告。源の頼信は平の忠常の乱を鎮圧。源の頼義は前九年の合戦で活躍。源の義家は前九年の合戦と後三年の合戦で活躍。源の義親は反乱を起こし、平の政盛に敗れ。源の為吉為朝は保元の乱で敗れる。一方、源の義朝は保元の乱で勝利したものの、平治の乱で平の清盛に敗れる。そしてその子供、源の頼朝は、平氏政権を倒し、鎌倉幕府を創設。ついでに、源の義重は、新田義重と名乗り、その子孫に当たるのが新田義貞。源の義康は、足利義康と名乗り、その子孫が足利高氏。そして、新田義貞と足利高氏が、鎌倉幕府を滅亡させました。